もよ、みこもち、福祉もよ、みぶくしもちと女の子が持っているアイテムを褒めたたえています。砕けた口語訳にしたら、素敵なカゴとヘラを持って若菜を摘んでいるお嬢さんなんていうところでしょうか。君かわいいねなんてつけたら、完璧に声掛けですね。そのかわいいお嬢さんに、家をおっしゃってください、名をおっしゃってくださいと迫る、どこ住み、名前教えてよと言ったところでしょうか。続く空光は大和にかかる枕言葉で、ここからは自分の身分を明かしています。実は大和の国は私があまねく支配しているんだけど、じゃあまず私から言おうね、家も名前も。実は大君、現代でいう天皇なんだよねというわけです。